ヤッホー、沙織です。乾杯、イエイ。ビルダーズ2やってきます。おーい、ムーンブルクの再建が完了しました。いや、実は結構前に完成してたんですけど、ちょっと細かいところのね、修復などに時間がかかりまして、紹介が遅くなってしまいました。このようにお城、ムーブルクといえばね、お城でございますよね。なかなかにね、お城っぽい感じにはなったんじゃないかなって思うんですね。はい、めっちゃ広くて大変でした。モンゾーラとオッカムールに比べたら全然広くてですね、大きさが、この敷地も広いし、縦にもね、城やからね、どうしても高さも出していきたいっていうことで、なかなかに時間がかかりましたけど、やりがいがありましたね。個人的にどの拠点よりも気に入っております。はい、ってなわけでちょっと紹介していきたいと思うんですけど、ちょっと広いのでね、結構紹介に時間がかかっちゃいそうではありますが、よかったらお付き合いください。はい、まず城下町から紹介しようかな。ねえ、こんなにね、でかいんですよね。よいしょ。ほら、なんかもう収まりきらないなっていう感じですよね。全体マップ見ても、この通りね、石畳みたいになってるところが全部、建築物なので、相当にでかいと思うんですよ。いや、でも楽しかったな。さて、じゃあ城下町に入っていきましょうか。はい、このように石道路を並べておりますね、通路のところには。ほんで、この城のね、旗とかをね、要所要所のとこに置くことによって、城下町感をちょっとね、出してってるんですよ。さあ、民家を2つ作ってみました。はい、一等地ね、城の一等地、城下町の一等地、まあまあ入り口の付近なんですが、ここに民家があります。まあここはなんてことない民家ですね、普通の民家。キッチンがあって、寝るところがあって、テーブルもちょろっとあってみたいな感じ。でもまあ結構この見た目、外の見た目、なんか寒色系の屋根にしようと思って、青とこっちは紫、はい、これで統一感を出していっております。はい、こっちも別に変わったことはない、なんてことない民家になってますね。誰か寝てくれてますね。よいしょ。ここは結構ね、拠点の中心からも離れてるけど、ちゃんとね、寝てくれてますね。作った甲斐があるなって感じですね。いい感じでございます。はい、ここは別になんてことないですね。よし、進んでこう。ほんで、この城下町の中心のところには噴水を設置してみたんですけど、このようにおじいさん、おばあさんが毎日釣りを楽しそうにしております。噴水で何釣れんねんって感じやけど、ここに収納ボックスを置いておくと、むっちゃ入ってるんですよ、いろんな魚。毎日めっちゃ釣ってんねんな、これな。はい、淡水にしかいない魚でございますね。はい、釣りをしてくれてますね。こっからね、キッチンに運んで料理とかもね、してくれたりしてるんですよね。さて、おばあさんもいますね。このおじいさん、おばあさん、ほんま毎日楽しそうやわ。ええー、ことですね。はい、で、まあまあ城下町はですね、ドラクエあるあるの建物を作ろうと思いまして、ここ道具屋さん、はい、道具屋さん入ってみましょう。ほい、結構狭いけれどもね、薬草とか毒消し草みたいなのとか、清水みたいなものとか、売ってみたりしてます。こっちは本ですね。エッチな本もなぜか売ってあるんですけど、はい、このレジとかも後ろに薬草飾りとか置いて、なかなか可愛らしい道具屋さんができたかなと思います。このレジの後ろって宝箱が置いてたりするじゃないですか、ドラクエって。こんな感じでオーソドックスな、はい、キメラの翼飾りとかもつけたりして、いろいろ売ってますよみたいな道具屋さんを作りました。ほい、これもね、建物結構、外見可愛くないです？結構ステンドグラスとかを挟みつつで、窓も入れてみたりして、火の光をたくさんね、入れようっていうことで、屋根もですね、窓飾りいっぱいつけてますね。はい、結構カクカクして可愛い屋根になったかなと思います。はい、隣はですね、武器防具屋さんです。武器屋さんの看板はあったし、道具屋さんの看板もあったんですが、防具屋さんの看板がなくてどうしよっかなっていう感じで考えてたんですけども、このフレーム、何でも飾れるフレームあるじゃないですか、これに鉄の盾かな、鋼の盾かな、どっちかな、をつけておいたら、なんとなく看板っぽくなったので、まあこれで OK かなみたいな感じですかね。はい、入ってみたいと思います。よいしょ。はい、ここもですね、
中はつながってるタイプの武器防具屋さんにしたんですよ。でそれぞれレジがあって中はつながってて、武器とか防具とか適当にこうやって、はい、装備展示台に飾ってあるんですけど、あとは武器の壁飾り置いてみたりとかかな。うん、なかなかレジっぽくないですか、武器屋のレジ。はい。で隣は防具屋さん、まあ、防具屋さんはまあ結構寒いところなので毛皮のコートとか、あとはこれ鎧ですね。はい、盾も置いております。はい、このね鎧飾りも置いてみました。うん、こっちもなかなか、うん、防具屋っぽいレジになってるかなと思います。この盾の看板みたいなのはこの展示フレームを使っております。展示フレームに鉄の盾かなを掲げておきました。ほんだら看板っぽくなって、防具屋の看板っぽくなって、うん、これ表と同じですね。はい、そんな感じです。まあ、建物のですね外観をなんか合わせていくことによって統一感を出してます。石垣ですね、石垣と青か紫の屋根、うん、いい感じで、床はこの赤い石畳か青い石畳使っております。はい、いいですね。そして私めちゃくちゃ今回気に入った建物がこちら、はい、宿屋さん。宿屋さんこれね可愛くないですか。めっちゃ可愛いなと思って気に入ってるんですけど、なんかね外見もいろいろですね、こうやって窓つけてみたりとか、窓も全部ね青に染めたりとか、こっちには出窓つけてますね。この出窓がなかなかに、うん、いい味出してるって感じですね。でこの雪だるまくんもマフラーが青色なのですごいなんかマッチしてません、建物と。うん、可愛い。さて中も結構可愛いんですよ。履いてみましょう。よいしょ。はーい、いきなりアルミラージ人形くんが迎えてくれてと。はい、でこちら受付、ここはね宿屋の受付で、隣がよくある、うん、銀行ね。なんかドラクエってね銀行と宿屋がね隣同士になってたりするじゃないですか。で銀行も看板困ったんですけど、金のインゴットつけてみました。それっぽいでしょ、これが一番これっぽいかな。まあドルマークが入ったなんかお金が入った袋みたいなのがあればねちょうどよかったんですけど、そんなものはなかったので、はい、金のインゴットにしてみました。うん、なかなかねあのバラがいい味出してますよね。あ、プッときたな、プッともともとムーンブルクに住んでる人は全員呼んでみたりしてるんですけど、で1階はですね食堂も兼ねております。このように、うん、キッチンがあって、ここにもお魚も入ってんじゃないあ、ちゃんとお魚焼けてるわこういうの見ると嬉しいよね、誰かが料理してくれたんやってなりますね。はい、おじいさんが釣った魚、もしくはおばあさんが釣った魚がちゃんと調理されている、嬉しい。はい、で2階は客室になってます。はい、そんなに広くはないんですけど、はい、ここが出窓になってたですね、客室ですね。めちゃくちゃ狭いんですけど、いやこの出窓のスペースも割と使えるな、使えるなって物を置いて終わったけど、うん、可愛いものを置いてみたりしてね、中も可愛い宿屋になったかなと思います。狭いな、結構狭いけどね。はい、こっちは大部屋になってますね。ここはあんまり人寝てないのかな、ハート落ちてないな、なんでやろ。寝室に認定はされているのですが、まあいろんなとこでみんな寝てるのかなと思いますね。いろんなものを置いて、うん、可愛らしい、うん、感じ。おしゃれ壁ってやっぱ可愛いですね。うん、中身も可愛く見えますね。いい感じです。よし、はい、暖炉置いてみたりしてますね。寒いところなのでね、暖炉がすごく似合いますね。雪と暖炉っていいですよね。ふっふーんって聞こえるな、プットが歌ってんな多分。どこだ、あ、いたいたいたプットがムーンブルクでも気持ちよさそうに歌っててなんか懐かしいこの感じ。いろいろ建物できたやろ、プットねえまあまあちょっと夕方になってきたな、宿屋で寝ようかな。はい、誰か寝てくれたらいいんやけど、一緒にね。はい、じゃあ大部屋の方で寝てみましょうかね。誰か寝てくれるかな、まあいいや、ここで寝てみましょう。ほい、おはようございます。あ、寝てくれてるじゃないですか、結構。あ、てか満室というか満床、うん、ベッド全部使われておりましたね。あー、よかったよかった。そっか、空っぽ島の人たちも呼んでるから今人口めっちゃ多いんやと思います、ムーンブルク。ムーンブルクね結構人口多くて、空っぽ島の人たちを呼ばなくても兵士がいっぱいで、うん、なかなかベッド足りないんじゃないかなとかって思ったけど、はい、ここの食堂もちゃんと使われているのかな。そんな感じもしないか、まあいっかよっしゃ、
おいではこっから城の中に入っていきたいと思います。はい、分数もシャーッと上がっていい感じですね。ね、こういうね、雪の積もった杉の木とか、これ雪味噌って言うんでしたっけ、こういうのとかも生やしてみたりして、で、地面は雪ですね。はい、これで、まあ、雪国感というか、雪の感じは生かしております。さあ、じゃあ城に入りましょう。ドン。はーい、城です。これロトのかがり火、ここに置いてありますよ。ぼーっと燃えておりますね。さて、じゃあ玉座の間から行きましょうか。ここがね、城の正面玄関になってるんですが、で、拠点にワープしてきたらここに降り立つんですよね。さて、じゃあ入りましょう。ドン。はい、お城です。お城の中です。絨毯を敷き詰めております。絨毯が玉座の間まで続いてて、ドン。はい、あれ王様おらんな王様まだ仕事してないんかな、ご飯中かな、そんな感じすんな。まあここは別に変わったことしてないかな。ムーンブルクのストーリー時代の玉座の間、結構形そのまんま残してね、他の場所も結構そのまんまかな、ストーリー時代に作った形のまま残したりしております。で、この隣に、あ、みんな食べ終わっちゃったかな。あ、作ってんな。プットがめっちゃ料理してくれてるわ。わあ、やるな、プット。助かるわ。あんまり料理できる人間おらんからな。めっちゃパン作ってくれてる。ええな。まあ、このように食堂がございまして、結構みんなここで食べてんのかなって感じですね。兵士の皆さん、結構がっつり食べるでしょうということで、なかなか豪華なものをですね、盛り付けておりますよ。いいですね。はい。で、ここには、炊き出しテーブルがあったりとか、なかなか、はい、豪華な感じのお城の食堂になっております。はい、部屋レシピ的にはお城のなんちゃらってつくやつをいっぱい作ってます。食堂もですね、お城の食堂になってますね。はい、飾りとかもお城っぽくしております。よいしょ、王様そろそろ玉座の間に戻ったかな。よいしょ、お、王様いるじゃないですか。ひぃビビってるタイプ。はい、わかった。いいですね。はい、このように毎日謁見が行われています。この衛兵がね、隣にいてね、王様の、もう平和やからさ、そんなに守らんでもいいのかもしれないけど、なんか絵になるな、やっぱりな。こういう感じ、悪くないですね。ゼセルちゃんかわいいな、今日も。いいな。はい、毎日毎日このように謁見がされておりますと。よいしょ。ほいでですね、いろんな施設も整えまして、ここは、はい、作戦会議室。もう何の作戦も練る必要ないと思うんですけどね。もう魔王軍との戦いも終わりましたし、ハーゴン軍か、こうやってね、作戦してるふりみたいなみんなしてて可愛いです。なんか何度作戦練っとんねんって感じやけど、まあ、作戦会議室もですね、まあ、ストーリー時代も会議するふりがしたいから作ってくれって言われたような気がするんですよね、なんとなくね。これで行くぞ、言ってんな。まあ、ハートはめっちゃ落としてくれるんでね、ここね、兵士がいっぱいいるからさ。難しそうな顔してんな。はい。本棚もバーって並べてみたりとか、メモ帳置いたりとかしてますね。よいしょ。で、隣は、ここ。ここからは、中庭になってます。これもストーリー時代の形残してると思うんですよね。ここなんか中庭やった気がするんですよ。ほいで、こっから下、地下室もね、形残したまんまにしております。ちょっと壁とかを整えたぐらいかな。で、ここに宝箱もあったじゃないですか。はい、中身空っぽやけど宝箱置いてみました。ね、お城の地下には、宝が入ってるみたいな、ドラクエあるある残してます。で、こっちはもうね、牢屋使われることはないんですけど、なんとなくそのまんまにしております。まあ、あんまり思い出したくないですよね。シドウくんがここにね、結構な間閉じ込められてたんでね。それで拗ねちゃったみたいなストーリーあったな。今思ったらちょっと可愛いけどね、拗ねちゃったシドウくんもね。まあまあ、その時は結構大変でしたね。またストーリーもやりたくなるな。さて、この隣は、はい、訓練場。めっちゃいっぱい人いるやん。ハートも落ちてるし。みんなもう動くのに慣れてるから体がなまんのが嫌なのかな。もう運動感覚で毎日毎日訓練してるみたいです。もうね、敵はいないんですけれどもね。やっぱり兵士の皆さんこういうのが好きみたいで、みんな頑張ってんな。頑張って訓練してるわ、すごいな。うわー、ええー、な、痩せそうやな、それ痩せそうやな、シャドーボクシングみたいな。いや、私もやろうかな
はい、ほいでですね、こっから外に出れます。よいしょ。出たらここに、はい、お墓を作りました。これね、結構ストーリーでさ、たくさんの兵士が亡くなったじゃないですか。ちゃんとこのね、下に眠ってるんですよ。あのストーリーの時にさ、棺桶に入れて土持って、その上に墓標を立てるみたいなやったじゃないですかね。えちゃんとここにですね、お墓を設置し直しまして、綺麗に整えたんですよ。この下に実際兵士が眠ってるんですよ。それを作るのが一番切なかったですね。生放送中にね、全部作ったんですけど、もう泣きそうになりながらその時は作ってたなね、お城ね。そうやったな。まあ綺麗な感じに、お花とかもバーっと植えたりしてね、整えました。墓所っていう部屋レシピにもなってます。たまにね、ここに拝みに来る人がいますよ。ちゃんとお参りしに来てるよ。みんなね、仲間が亡くなったからね、はあ、なんか悲しくなってきたけれども、はい、気を取り直して、はい、紹介を続けます。ここはお茶を飲めるスペースになってまして、なんかお墓参りしながら、なんか昔の話にね、花咲かしたりとかできたらいいんじゃないかなとかって思って、ほい。で、こっち側は、はい、ストーリー時代に作った教会ですね。教会もそのまんまの形に残しまして、外枠だけ整えた感じですね。はい、外観は全然仕上がってなかったんで、まあステンドグラスたっぷりに、はい、なんとなく十字架も立ててみたけど、あれちょっと形変よな、なんかでっかみたいな、十字架でかみたいな感じやけど、まあなんとなくね、教会っぽい雰囲気にはしておきました。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、でこの辺のちょっとしたスペースには、よいしょ、はい、魔法研究所を作ってみたり、あ、これなんかブロック落ちてんな、よいしょ、魔法研究所を作ってみたり、でこの隣は、よいしょ、はい、武器庫ですね。なんかこういうね、部屋レシピもですね、まあ、ストーリー時代作ったかなどうかなみたいな、ムーンブルクにありそうな部屋レシピを作っております。よいしょ、はい、あ、これはね、トイレですね。トイレはたくさん作っとかないと、人口が、おー、ジロムさん一応小さいながらも後ろのトイレっていう部屋レシピにはしております。すっきりしましたか。あ、行列できてんな、トイレ。トイレもう一個あんねんけどな。はい、こっち側は、まあなんか本が読めるスペースがあったりとか、はい、こっちの、何でしたっけ、魔法のオーブでしたっけ、これ。こういうストーリー時代に作ったものは全部残しております。なんかね、こういうの私寂しくて壊せないんですよね。これ邪魔やなとか思ったんですけど、まあまあ残しております。で、もちろんのこと、こっから登ってってですね、よいしょ、はい、このミナデイン砲を撃つスペース、これもね、丸々残してます。ミナデイン砲こっから撃ったなみたいな、今はその時ではないって怒られるんですけど、撃てないんですけど、なんとなくさ、こういうのは残しておきたいなみたいな、ちゃんとね、みんな電員砲が撃てるようにスペースも空間も空けてですね、いろいろ考えながら作ったんですよね。ね、ビューンと撃てそうですよ、こっからまだ空間空けてるんですよ、ちゃんとね。はい、そんな感じです。よいしょ。じゃあ墓所のとこに戻ってきたんですが、こっち、まあ、こっち側もね、対になる魔法のオーブが置いてたりするんですけれども、こっちちょっと狭いんですけど、空間が、この食堂の裏に当たる部分、こっからですね、よいしょ、開けると、はい、更衣室になってまして、お風呂の更衣室こうなってまして、狭いけどね、一応ダンジョンを分けてるんですよね。全く同じのが隣にあるんですけど、男女で分けた更衣室があって、ここを開けると、よいしょ、はい、お風呂です。あったか温泉、部屋レシピはあったか温泉、ここでみんなでお風呂入れるようになってます。お風呂はですね、もう天井を閉めずに思い切って露天風呂にしてます。はい、ねえ、なんか雪国の露天風呂って気持ちくないですかねえ。雪化粧と温泉最高じゃないですか。寒い地方行きたいな、温泉入りに。こんな感じで、まああんまり変わったことはしてないけど、あ、これ日が暮れてきたから、ちょうどみんながバーって温泉入ってくるかもしれないですね。一応ここにも扉がありますけれども、よいしょ、結構広い温泉なのでね、もう人数めっちゃ多いけど、そこまで窮屈せず入ってくれるかな。
なんか結構ね密集したりするんですけどね。どうだどうだ、みんな散らばってくれるかな。入ってくださいよと。うん、みんな来たね、入ってるね。お、散らばってくれてる。一箇所に固まってしまう現象が起きてたんですけど、まあまあまあ、まだ結構こっちにはあんまりやってきてくれないな。うん、まあまあまあ、でもちゃんと入ってくれてますね。みんなで気持ちよさそうにね。うん、なんか何人までって決まってんのかな。待ってる人もいるな、まだかなって言って。俺の番はまだか。どんどん入ってきたらいいんやで。結構広いからな。いやー、結構ね、兵士の皆さん美男美女が多いですよね、なかなかに。はい、若いからかな。ええ感じやな、兵士の皆さん。はい。何を言ってるんだろうね、私は。はい、ね、これでみんなすっきり気持ちよく上がってくと。見て、星が綺麗。めっちゃいいなー。こんなん見てたらまた温泉行きたーなるな。ええなー。はい、そんな感じでハートがバーっとね、まとめて落としてくれるあったか温泉、いいんじゃないでしょうか。ほんで、このあったか温泉のさらに外、こっちはですね、もう拠点としてみなされてないみたいで人はやってこないんですけれども、はい、さらに外に露天風呂、こうやって丸い石で置いたタイプの露天風呂、こっちの方がね、がぜん露天風呂っぽいですよね。いや、気持ちよさそうやな。まあ毛皮のコートで入ってしまってるが、うん、このようにね、雪だるまくん置いてみたり、雪のすぎき置いてみたりとか、あとまあね、いつでもどこでも飲めるように酒瓶はいっぱい置いてるんですよ。もう最高ちゃいます。お酒飲みながら星を見上げながら温泉に入る露天風呂、もう最高やん。あ、素晴らしいな、星が綺麗やわ。もうたまらんですね、ほんまにね。うん、この露天風呂もいい感じにできたかなと思います。これなんやっけな、光る草、これはオッカムルとかに生えてるやつなんですけど、これがね、なかなかいい仕事してると思うんですよ。薄い青い光がですね、なかなか雪にあってすんごい幻想的な感じになってくれるんですよね、この草。はい、ちょっと調べてテロップ入れときますね。はい、そしてこれ足湯作ったんですよ。ちょっと見てください、足湯。よいしょ。はい、なんかね、これ半マス分だけお湯が入ってるんですよ、温泉。なかなか工夫したんですよ、どうすれば足湯っぽくなるかって考えた結果、この木の壁を半分に切って浅瀬巻きしたんかな、確か温泉を浅瀬巻きしてですね、この半分のスペースにですね、うまいことお湯を撒いたんですよね。これでなんかこの三頭身ぐらいのキャラ、うん、もう足だけ浸ってるような感じに見えますね。はい、ここに腰をかけて足を浸すという足湯みたいなのを作りましたと。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。ここにもお酒が置いてます。ほんでまあ屋根もね、軽くつけておりますね。この木の柵をバーっと生やして、うん、白に染めてね、それっぽい感じの、うん、屋根も白に染めておりまして、いい感じの屋根ができたかな。うん、いい感じの足湯になったかな。いいですね、そんな感じ。さあ、ちょっと暗いので寝ましょうかね。外で寝ますか。寒そうやな。はい、おはようございます。ほら、これはね、外の音楽なんで、ここは拠点としてみなされてないエリアになりますね。あれ、でも走ってきてんな。うん、まあ人はそんなに来ないです、こっちには。で、ここ登ると、はい、つながってます。はい、こっからは拠点ですね。はい、お城の2階紹介したいと思います。この玉座の間の隣にバーっとでっかい階段を、はい、まあそんなにね、お城なんで天井低すぎたら嫌やなと思って、結構上げてますね、天井。7マス8マスぐらい、うん、天井つけてるな。そしてこっから登ってくと、うん、こういうね、装飾品とかにもこだわりました。宝石が飾られている、いいですね、高級感が出ていいですね。よいしょ。ほいでと、ここはなんだっけ。あ、これはお姫様の寝室ですね。まあ、お城といえばお姫様の寝室と王様の寝室はマストかなと思いまして、ここ誰が寝てんやろな、お姫様おらんからな、結構ハート落ちてるけど。そうそうそう、この城はね、ムーンブルクの王女様がね、いたと思われるんですが、だから王女様にまつわるものを結構ね、残してあるんですけどね、これ可愛いよね、ドット絵、ドット絵飾り。はい、まあ王女様はいないので、誰かが寝てるんだと思います。
別に特定の誰かの部屋にもしてないんでね。うん、まあまあ可愛らしいものを置いてますね。王女様のベッドとかね、うん、ヘアレシピに必要なやつと、あとまあ女の子っぽいものを置いてます。あと王女様のドット絵飾り、うん、いいね。はい、ちゃんとねお風呂とトイレもあって、この部屋で全てが完結するような感じになっております。 OK。 はい、で隣が王様の部屋ですね。こっちはちゃんと個室、うん、王様の部屋として、この壁掛けに王様の部屋って書いてみました。だから王様しかねここで寝れないようにはなってるんですがね、まあ王様の部屋なんですごい豪華にしようと思って暖炉置いてみたりとかで、床もね変えたかったんで一段上げて絨毯を敷いております。入り口ね一段階段で上げることによって床に変化をつけられるのでですね、うん、その手法は結構使うんですが、はい、ここにはね、うん、ムーンブルクの王女様のねこの絵も飾ってみたり、王様が喜びそうな感じのものを置いております。でこっちも同じくお風呂とトイレがあって、全てが完結する感じですね、この部屋で。でこっからは外に出れるんですね。よいしょ。はい、王様がこっから民衆に演説するみたいなベランダを作ってみましたね。たまにはここで演説会を開いたらいいんじゃないですかね、民に向かって。楽しそうやなそれっていうのをね考えたりもして、うん、このようにね一段ね上げてるんですよね。よいしょ。はい、王と姫の部屋はそんな感じで、こっちは図書館ですね。大きい図書館、ほーい。なぜかエッチな本を一冊だけ置いてみたんですけど、まあまあまあ、ほんまに本をバーっとね、壁一面本をバーって並べてみたりしたら、それっぽい図書館って感じになったな。うん、ピンク色のね、椅子とテーブルを混ぜたり、ピンクの本とかも混ぜたりして、ちょっと可愛い感じも、はい、ありますね。ちょっと壁低いな、ここ。壁上げとこう。はい。まだちょっと、仕上がりきってない感じあんな。ちょっと恥ずかしいな。はい、ここにもですね、ブルーメタルをね、これ飾っておりますね。ブルーメタルやったっけ？これ何やったっけ？ブルーメタルや。結構レアな宝石をね、あえて飾ってます。やっぱり寒色系のね、雰囲気じゃないですか。雪の国足。だから青い宝石と、この階段のところは紫の宝石。これ綺麗ですよね。これ何やったっけ？あ、これ魔力の水晶。うん、これは別にね、そんなに高いものではないんですけど。いい感じやな。ほい。そして、はい、男子部屋。まあね、兵士がいっぱいいるんですけど、まあ男女ぐらいは分けようかと思って。ちょっと個室はちょっとね、難しいなと思ったんですけど、男女ぐらいは分けようと思って、結構寝てくれてますね。はい、ここには男が喜びそうなものをいっぱい置いてあります。はい、やし、はい、ここに盾を飾ってみました。かわいいね。うん、盾。いろんな盾。この魔法の盾がいい感じですよね。飾ってみたり、はい、トランプとかスゴロクで遊べるようにしたり、お酒置いたり、ダンベルは撒き散らしてで、エッチな方もね、もちろん隅っこに置いてますはい、いろいろ、はい、みんな楽しんだらいいんじゃないでしょうか。ほい。で、こっちは女子部屋です。女子部屋可愛くしてます。お花置いたり、これ何でしたっけ、芋虫ソファ、可愛いね、これね、置いたり、お人形いっぱい置いたりとか、あとこれね、スライムタワー。この色合い結構気に入った。黄色、白、ピンク。かわいいですね。で、ここは、お茶ができるようになってます。ケーキもあるね。かわいい。うん、そんな感じで。ここも結構、女の兵士の人たちが、ここで寝てくれてるかなっていう感じですね。はい、2階の紹介でございました。よし、それではこっからですね、城壁、うん、登りましょう。登れるんですよ、ここ城壁。ここね、ストーリー時代ここから花火を打ち上げたりしたところですね。ここも、もう丸々形は残してまして、なんかもう修復作業ね、欠けてるところはブロック足したり、なんかひび割れてるブロックは綺麗なブロックに変えたりとか、そういう感じで修復しましたねそんなに難しいことはしてないんですけど、見てこれ、だー万里の長城みたいってコメントで言われたんですけど
はい、こんな感じで宝箱、塔のてっぺんには宝箱あるよねみたいな RPG あるあるをね取り入れてみたりしております。だいやこれね簡単そうに見えて結構ね時間はかかりましたね。ただなんか修復修繕作業って結構好きかもと思ってあんまり苦にならなかったんですよね。なんか私は結構形が決まってる方が作りやすいみたいね。なんか自由すぎると何作ろうってなってしまうので、空っぽ島とかはね、はいこの島あげるよみたいな感じで、開拓島もそうかね、なんか どうしようテーマから決めなみたいな結構あたふたしてしまうんですけど、こう形が決まってるものを直していくっていうのは結構ね好きな作業かもって思いましたね。うん、はい、このようにここは降りていける感じになってたりして、城壁もぐるっと一周ね囲っております。こっから降りてってよいしょ、さっきの墓所のところにつながるって感じですね。ここにもそうですね、トイレがあります。ここあんまり使われてないんですよね、このトイレ。結構男女で分けてんのになね、まあめっきり普通のトイレですけど、男女で分けたこのトイレあんまり使ってくれてない、なんでだろうね。一応拠点内ではあるんですけどね。さてじゃあもう一回城壁に登りますね。よいしょ、ここもねなんか元からこの階段あったんですよね、直しました。そしてですねこっからはい上に登っていけるようにしております。で屋上ですよ、こっからね屋上何しようと思ってだだっ広い屋上がねできてしまったんですよ、2階の天井閉めたら。うん、でもねこれだだっ広いまま残しといてもしょうがないしと思ってですね、はいこっから見えるかなこんなちょっと謎の門みたいなやつ作ってみたんですよ。やっぱりお城っぽい見た目にするためにはこの上の部分結構伸ばしていかないとそれっぽくなんなかったので、なんかゴージャスなね金細工の壁シリーズを使って結構ですね、うん、ゴージャスな感じの、まあ生放送中は凱旋門作るとかそんなええもんちゃうでとか言いながら作ったんですけど、まあ、これもねなかなかうん装飾が施されてですね、うん、かっこいい感じになったかなと思います。気に入っております。うん、石の手すりを下に置くとかね、こういうのは結構視聴者さんにやり方教えてもらったりしてね、細かいところですけどその下のブロックは半ブロックのサイズに切ってあったりとか、うん、なかなか凝った作りになってますこれなんかむっちゃこだわって作ったな、なんでやったっけこんなん作りたいなっつって結構時間かけて作ったな、この塔というかもう、はい、あのてっぺんは石の手すり鉄の手すり、うん、そんな感じでアンテナみたいにしてあるんですけど、よいしょ。でまあなんかこういう塔も作ってみたり、てっぺんに城の屋根飾りかなつけてみたりする、なんかよくわからないとよくわからないって言ってしまったけどまあなんかね結構高さをね城の上は出してやるのがね大事なんですけど、ただ屋根で閉めてしまうとめっちゃ高くなってしまうので、しかもなんかのっぺりしてあんまり面白くないので、ちょっと今回は塔をいっぱい作ることによって、これはちょっと低めの塔ですね、作ることによってうん城のてっぺんを表現しました。はい、近くで見るとよくわかんないんですけど、こっからこう飛んで遠目に見るとまあまあ城っぽいかなみたいなね、ちょっと遠くから見てもお城感を出すために、はい、わざと明るくしたりもしてるんですけど、どうですかねこのなんか城下町のところ辺から見たらまあなんかあんなみたいななんか立派そうな建物あんなみたいな感じで仕上がったんじゃないかなと思います。はい、じゃあもう一回戻るか。まあこういうね、お城の屋上につながる、なんていうんですか、橋ってほどでもないけど、これもまあなんかほんまに適当に作ったんですけど、うん、ええ感じになったんかなと思います。こっちからも行けるし、はい、こっち、反対からも行けるみたいな感じでね。だからどうしてもなんか左右対称になってなかったんで、もう天井の部分も思い切って、この屋上の部分もですね、思い切って、全然左右対称とか考えずに作ってますね。塔も全然ちゃうしね、それぞれバラバラの塔を作って、ど真ん中とは言えない場所にこの門も作ったしね。いやまあまあきらびやかでいいんじゃないでしょうか、この門ね。よし、そんな感じでございました。はい、夜の見た目は
こんな感じです。なかなか炎が燃えておりまして、うん、目立っておりまして、ここに城があるよっていうアピールはもうね、そんなに攻めてくる魔物もいないと思うんで、アピールはしてもいいかなと思うので明るくしておりますね。てっぺんらへんね、この門がねとにかくこの門が主張しておりますね。謎の門落ちた。さ、じゃあ寝て起きて明るいところでお別れします。はい、おはようございます。ここは誰も寝てないね。せっかく朝になったんでお城の食堂に来てみました。あ、パンがちゃんと開かれてるじゃないですか。ここに間もなくみんなが食べに来るんじゃないかなと思います。待ってみましょうか。あ、みんなご飯食べに来たかな、どうかな。あれなぜかパンのところには行かずお腹を空かせている。ちょっと席が多いからかな。ここにパンあんねんけどな、食べないね。こういう行動も結構謎なんですけど、まあいいか。はい、王様の寝室からベランダに出てきましたよーと。よいしょ。こっからちょっと屋上の門を見上げる形でお別れしましょうかまあなんか城のシンボルとも言えそうな感じの門ができたのでまあここはね、私の一番のムーンブルクのこだわりかな。うん、そんな感じです。はい、どんな感じかよくわからんけど。はい、てなわけで、はい、ムーンブルクの拠点も再建完了しましたー。やったー。はい、これで、モンゾーラ、オッカムル、ムーンブルク、ストーリーの3つの島は、拠点全部完成しましたー。いい感じにできたなー。はい、空っぽ島はちょっとまだまだ。まだまだ公開できるレベルには達してないので、今後生放送では、てかもう始めてるんですけど、生放送では空っぽ島で何かしら作るっていう放送をさせていただいております。よかったらまた生放送にも遊びに来てくれたら嬉しいです。ほんでなんかまあいろいろ完成したなっていうタイミングでですね、こういう編集した動画もアップしていきたいと思いますので、よかったらまたご覧くださいませ。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。